はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちらエースペンっていうペンタブですかね、こちらの方をアマゾンで500円クーポンを使い6180円で売り出されているものなんですけども、まあ、今回ね5680円という形で購入の方をしました。初めてねこのペンタブっていうのをちょっと購入してみたんですが、僕自身ね絵をそんなに描かないんですけども、絵を描いたりとかなんかちょっと使いたいなという時はあるんですが、なかなかコンピューターで絵を描くのが敷居が高いというか、で素人がこういうものに手を出すとどうなるのかっていうので、まあ価格も安いしちょっとチャレンジしてみようかなというので今回購入の方をしております。まあ、全くうまくいく気がしませんが、しかも安物なのでどうなのかなというふうに思いますね。こちらがスペック的なものになるのかなというふうに思うんですが、ブランド名エースペン、そして、製品サイズが 26.3×19.7×0.9cm 680g というふうになってますね。かなり小型、ちょっと書くのにこんなにちっちゃくていけるのかなというのはあるんですが、まあ、一応は見てみようみたいな感じですね。そして全体の重さが 680g というふうになっています。まあメーカー名なんかもちょっと読みにくいメーカー名で読み方わかりません。でもね、おすすめ度とかの星が5つついているので、まあ、なかなかおすすめなものになっているのかなとは思うんですが、まあちょっとねド素人が使ってどんなものなんかっていうのをねちょっとチャレンジしてみたいなというふうに思います。そしてまあ8192筆圧レベルのペンタブということになってますのでね、なかなか書き心地も良さそうな雰囲気ですね。っていうのでちょっと懐疑的ではあるんですが、一回ちょっと開けてみてね、使い心地素人が使ったらどうなるかねっていうのをちょっと試してみたいなと思います。でちょっとやってみます。はい、というので入っているものはこういった形になってますね。こちらが本体です。こちらになんかカバーのなんじゃこれシールが貼られてるんでね、ちょっとこちら剥がしておこうかなと思いますね。あ、思ったよりは大きいですね。ここに書くっていう形なので割としっかりと書けそうです。はい、そしてこちらがね、なんか手袋がついてます。これいいなと思うんですけども、書くときにこれ手はめてやると集中してできそうかなという感じですね。あとは同梱されているものとしては USB と USB-C のケーブル、そしてこれはマイクロ USB への変換のアダプターですね。こちらも USB-C の変換アダプターがついています。そしてこちらがこのペン先の交換用ペン先ですね、が数かなりついていますということで、まあ、ちょっと使ったことがないので使ってみようかなというふうに思って、あとはこちらが説明書、キーがね結構たくさんついているのでこちらに何か操作を割り振ることができるという状況なのかなと思います。真ん中のあたりからは日本語の説明書になっているので、こちらなかなか詳しくは書かれているのかなというふうに思いますね。まあ、実際にちょっと本体つなげてみてどんな使い心地なのかっていうのをねいきなり試してみようかなと思います。前準備何かいるのかな、ちょっとむちゃくちゃですが一応いきなりやってみよう。つなげて確認の方をしてみたいと思います。はい、というのでですね、一応準備の方が完了したという状況なんですが、ちょっとねこのアプリケーション自体使ったことがないのでいけんのかな。新しいドキュメント、もうこれ言われるがままにちょっとやってみよう。作成という形で立て替え、おい、もう横にしたいね、横がいいね、間違えたな。新しいドキュメント、横向きにしたいんだけどどうしたらいいんですか。あ、ここか、こっちか、これで作成、あ、ここだな。これでちょっとやってみようかなと思います。レイヤー、ちょっとわかんねえな。ちょっと使いながらねちょっと確認をしていこうかなと思いますけどね。どんなものなのか、なんだいきなりか。
消しゴム消す消すペンでね書いたらどうなるのかっていうのをちょっと試してみたいなと思うんですが、うわ太っ、わかんない、全然わかんない、これは嫌だ、ペンがいいんだ、細いペンがいい、太さとか選べんのか、あ、細い、これはいいぞ、あ、このペンで書きたいですね、書きにく、慣れてないだけか、あ、でもなんとなく慣れれば書けるかもしれないですね、あ、これはどうやろう、慣れが超必要、ドラえもんすら上手に書けないのでは、このペンの感じはいいんだけど、おっと、あ、でもペンでやってたものをいろいろ試したことあるんですが、非常にこうすんなり書けるかなというふうに思いますね、わかんないよ、ちょっと相当慣れが必要かなというふうに思いますね、全部消す、消すよ消すよ、もうどうやって消すんだよ、これは先っぽを大きくするためのツールって何かあるのか、大きさをで調節できるのかな、OK、OK、これででかいからこれで一気に消せる、なるほど、もっといい効率のいい使い方がもしかしたらあるのかもしれないですね、よっしゃ、で、さっきのペンはどれだ、これだな、でうまく書けねえ、無理だな、あかん、これはちょっときついかもしれない、ここまで書くのにめちゃくちゃ時間かかるし、やっぱりちょっとまあ慣れが必要ですね、相当慣れないとパッパッと書けない、もう書き方も良くないのかもしれないですね、こうね綺麗に丸く書くこと自体がこれは相当慣れないと無理かな、ただまあ書き心地自体はめちゃくちゃいいんですけども、まあ、ソフトに慣れてない、そしてまあこのタブレットに慣れてないっていうことがある、で思うようになかなか線が引けないという状況ですね、線画を描くのにちょっと戸惑ってしまうな、おー、これは大変だぞ、途中までやってみようかなと思いますね、はい、ということでですね、一応作りましたが、こんなことになってしまいました。途中からだんだんソフトウェアにも、ペンにもちょっと慣れてきたので、これで毎日書いていれば、要領がつかめていって、書きやすくなってくるのかなというふうに感じています。ちょっと使い方自体がよく分かってないまま、いきなりド素人が来ると、こんなことになる。普段はもっとドラえもんは、共に書けますっていうので、ちょっとね、非常に書き味とかは非常に書きやすかったので、このアプリケーションに慣れていくのと、このペンの使い方に慣れていくというのがね、今後必要なのかなというふうに思います。はい、というのでちょっと今後もですね、いろいろチャレンジの方をしてみたいと思います。非常に面白いものを買ったなと思うので、今後も使っていきたいなと思います。というので今日はどうもありがとうございました。